木内宗益は、日本の検察官。血明団事件、5.15事件、2.26事件で、主任検事を務め、戦後東京地方検察庁検事制、最高検察庁次長検事などを歴任した。福井生まれ。福井県立大の中学校、第四高等学校出身。1920年7月、東京帝国大学法学部卒業。 台湾銀行入港、東京支店総務部業務第一課。1921年10月、司法監視法。1923年6月、東京地裁検区裁予備判事。1923年8月、福岡地裁国ら支部予備判事。1924年1月、千葉地裁検事。1925年12月、横浜地裁検事。 1927年2月、東京地裁検事、決明談事件主任検事、5.15、事件民間側主任検事。1935年,19年,19年5月、東京刑事地裁検事、2.26、事件民間側主任検事。1936年7月、横浜区条席検事。1938年5月、東京刑事地裁検事。 1939年7月、浦和地裁自席検事。1942年4月、東京構造院検事。1945年12月、大震院検事。1946年2月、浦和地裁検事制。1946年6月、東京刑事地裁検事制。東京刑事地裁検事制時代の1947年5月29日に、 GHQ の移行により、日本共産党スパイサモン事件で、懲役20年の執行停止状態となっていた、日本共産党の宮本検事に対して、復権証明書を発行した。1947年8月、東京地検検事政。1948年2月、法務省県務長官。1949年5月、最高検察庁次長検事。 1951年1月に大橋武雄法務総裁により最高検事長検事の機内を札幌高検検事長にし、公認に岸本義博広島高等検察庁検事長を起用する人事を発表したが、木内は検察官の身分保障を規定した検察庁法第25条を盾に拒否を表明。大橋総裁は次長検事である検察官から 同じ検察官である検事長に移るのだから法律上問題ないと主張。佐藤達夫法制委員長官は検察官の身分保障に転換は含まないと見解を示した。一方、佐藤東介検事総長は検察官の身分保障に転換を含むとして、木内を指示した。大橋は吉田茂首相と相談の上で、機内の移動を3月7日に、 閣議決定することを決定する。木内は、閣議決定の前日の3月6日に、内閣に動様を与えるのは、私の本意ではないとして、辞表提出し、退官した。これら一連の出来事は、木内騒動と呼ばれた。1966年4月29日、君一等随法賞を受賞。百七十八年、国立国会図書館に蔵書が寄贈され、 同館県政資料室に、木内添益関係文書として432点が所蔵されている。決命団事件関係者の極中式、検事宛て上申書が特に多く、5.15事件、2.26事件、藍沢事件の検察関係資料、国家主義運動関係の資料などが含まれる。府は鉄道日本共産党、創立78周年。 記念講演会日本共産党の歴史と考慮を語る2000年7月20日国立国会図書館、木内添益関係文書国立国会図書館、蔵書検索による。ありがとうございます。